はい、今回は N 番について紹介していこうと思います。まあ、ストリートの後継者がバモスで、バモスの後継者が N 番ですよね。まあ、いわゆる箱番ですよね。2018年夏、いよいよ誕生。日本のワークスタイルを変える K 番の新しい形って書いてます。まあ、デザインとか、あとは価格とサイズとか、まあ、公表してないんですけどね。まあ、ノーマルグレードで136万って言われてますよね。で、ノーマルの他にはクールとファンっていう3つのグレードが登場するみたいです。で、 JC08 モードの燃費で 25.6 って言われてますね。まあ、デザインに関しては結構テスト車が走ってるみたいなんですけどね。まあ、SNS とかで出ているんで、また確認しておいてもらえたらなと思います。 N4 ワーク、働く人の毎日を豊かな時間に変えていこうって書いてます。サイズの方も、まあ、車幅が 147.5cm、まあ、全長が 3m39.5cm。 まあ、これはどの径に関してもそうなんですけど、まあ、前後の方なんですけどね、まあ、どこまで信用できるかわからないんですけど、ネットの情報によると188センチになると言われてますね。だから N ボックスが179センチなんで、それより9センチ高くなるだろうと言われてますね。さすがにアンバランスだと思うんですけど、まあ、こんな感じですよね。書いてますね、いろいろ。まあ、ホンダセンシングもつくみたいですよね。で、働き方を変えるダブルビッグ大開口が楽器的な使いやすさを実現って書いてます。まあ、普通だったら前のドアと後ろのドアを分けた真ん中にピラーがあるんですけど、まあ、そのピラーをなくすことによって開口部を広げて積み押しの作業が楽になるという感じですよね。これはなかなかいいと思います。で、低床スクエアパッケージで、フラットな助手席2室って書いてますね。まあ、フルフラットになるんで、荷物も積みやすくて車中泊もできていいですよね。で、ホンダセンシング、忙しい毎日にこそ安心で快適な運転を、 K 番にもホンダセンシングを標準装備って書いてます。まあ、 N ボックスみたいに後方誤発進抑制機能とか、あとはオートハイビームとかもつくんですかね。まあ、そこら辺はまだわからないんですけど、まあ、多分5月の下旬か6月の上旬にはディーラーに学習用の資料が届いてると思うんで、その時期になったらタブレットの方で情報を教えてくれると思うんですけどね。まあ、発売日に関しては7月か8月って言われてますけど、まあ、ホンダの傾向としては8月に発売されることが多いんで、多分8月になると思います。はい、ということで今回は N 番について紹介しました。